いきなり営業マンが電話がかかってきたら、忙しくなくてもそれ忙しいって言いますね。ここではその先入観を変えるために、こんにちは。迷った時は即決営業、営業コンサルタントの堤です。今日はですね、即決営業といえばこのテーマですね。切り返しについてです。切り返しといっても今日はテレアポの時の切り返しです。テレアポが苦手な方ってこうめっちゃ多いですよね。私自身もめちゃくちゃ不得意やって、20代の頃にですね、東京に上京して、業界のトップセールスの方の横で、何年も私自身テレアポしてた経験あるんですけど、毎回1コール目でアポ取れよって言われてたんで、もうめちゃくちゃプレッシャーでしたね。1コール目でアポ取るでどんなやねんってちょっと毎回思ってたんですけど、当時の自分はもうテレアポが嫌いやったんで、そういったいやいややってることが見透かされてて、一回一回真剣にアポ取れってことで、毎回一回目でアポ取れって言ってたんやと思います。もうほんまに始めたての頃は、めちゃくちゃ苦手だったんですけど、やっぱ理由はですね、テレアポって、どんどん電話かけていくんで、もうずっと断られ続けるので、断られてる声を毎回聞くのも辛かったですし、時にはガチャ切りもされるんで、やっぱそういった時もやっぱ辛かったですね。テレアポっていうのはもう断られてなんぼみたいなとこありますけど、さすがにね、もう何度も断られ続けると、やっぱり心折れかけますよね。そこで今回はこの動画見ていただいてる、テレアポしてる営業マンの方の脳を少しでも減らすべく、テレアポでの断り文句別での切り返し術をお伝えしていきます。テレアポ初心者の方、テレアポが苦手な方、アポ率をもっと上げていきたいという営業マンの方はぜひご覧ください。即決営業。まずはじめに、テレアポの切り返しを成功させるための心構えからお伝えしたいと思います。上手な切り返しをするため、アポをもっとしっかり取るため、この3つのポイントをまずは心がけてください。まず1つ目のポイントなんですが、これはもう話半分で聞くことです。テレアポで断られ続けるとほんまにメンタルやられてくるんで、断られ続けてたらですね、ほんまにもう電話できなくなる時ありますよね。例えばお客様がもういらないですと、何度も言われてたらですね、もう俺ってダメなやつなんやわって、我々営業マンは勝手に自分自身が否定されたと思って落ち込んでしまいがちなんですね。そうなると自信もなくなってきて、せっかくアポ取れそうなチャンスがあったとしても、もう自分が落ち込んでしまってるので、自信を持ってクロージングできなくなってしまうので、せっかく取れたアポも取れなくなってしまうわけなんですよ。なので、まずはメンタルやられへんためにも、お客様の言葉をもう話半分で聞きましょう。テレアポっていうのは断られ続けるので、毎回 100% で受け止めてしまったら、それはメンタルやられて電話できなくなってしまうので、まずはお客さんの言葉を話半分で聞く。この心がけがやっぱり大切ですね。次に二つ目のポイントは声で押すことです。テレアポしていてどんどん断られ続けると、どんどん気分も落ち込んでいってしまって、声も小さくなっていって、自信もなくなってきて、語尾をはっきり言えなくなってくるんですよ。お客様で声のトーンとかで、あ、こいつビビってるなってこれわかるんですよ。そしてビビってる時っていうのは、我々営業マンの声の語尾が引っ込んでるんですね。アポは声で押せって言われるんですけども、語尾をしっかり押せてる人っていうのはようアポ取れるんですよ。例えばぜひこういう内容になってるんで、一度お話聞いてみてくださいね。で、こういう感じでね、ねって声を押せる人はようアポ取れるんですね。これがかしこまったりビビったりしてしまって、ぜひこういう内容になってるんで、一度話聞いてみなさいねっていう形で、語尾を吸い込んだり、語尾を押せない人はアポが取れないんですね。相手は声のトーンとか空気で、あ、こいつビビってるなってこう潜在的にわかるんですよ。ビビってる自信ない人の話をわざわざ時間とって聞こうとは思わないので、自信なくなってきたり声小さくなってきたら、一度気持ちをリセットしてですね、声でどんどん押していきましょう。テレアポでは一瞬たりでもこいつ自信ないやつやなって思われてしまっては、アポは取れなくなってしまうので、大きければ大きな声で話せればベストですけど、私自身も特別そんな声大きくないんで、別に特段大きくなくてはいいので、自信なさそうな声で電話するわけでもなく、声を引っ込めるわけでもなく、語尾をしっかり話してどんどん声で押していきましょう。このポイントしっかり押せると、あなたのアポ率も上昇していきます。そして三つ目のポイントはですね、反応して褒めることですね。テレアポしていて大事なのは、この人と話してもええかなって思ってもらえることがやっぱ大切なんですよ。そのためにしっかりと反応してリアクション取りましょう。リアクションはちょっと大げさなくらいで OK です。自分の気持ちとしてはいつもの3倍ぐらいは大きなリアクションで取ってあげましょう。そして相手の話が終わるまで聞いてあげて、リアクションをしっかり取ってあげることです。どうしてもこっちが喋ろうと思うと、相手はそもそもこっちの話で全然興味ないので、自分が喋れば喋ろうとするほど、相手は泣いてくるんで切られてしまいます。人は自分の話を大げさに聞いてくれる人を好きになりますし、聞くよりもやっぱ話したい人がやっぱほとんどなわけなんですよ。私もテレアポ始めたての時に500件ぐらい電話してたんですけど、全然アポ取れなくてですね。
偶然話好きの担当者さんが出てきてくれて、1時間ぐらいその担当者さんと喋っとったんですけど、私自身そうなんですねっていう形でなんかずっと反応してたんですよ。特段こっちが話すこともなくずっと反応してたら、あっちがもう満足してですね。ところで話何やったんって言われて、ちょうどそのタイミングで私はこうこうこうでこういうために電話したんですよって言ったら、初めてアポ取れましたもんね。だから相手は気持ちよく話すことで心の扉開きますので、褒めることとリアクションこれ徹底してください。そしてちょっと大げさなほど褒めてあげていってください。例えば男性なら、落ち着きある声してますねとか、もう話しててこう優秀なのがすごいわかりますわとか、決断力ありそうですもんねとか、こんな感じですね。女性なら、すごい素敵な声してますねとか、もう仕事めちゃくちゃ熱心なんですねとか、話しててすごく優しいのが伝わりますわ。こんな感じで褒めていきましょう。褒めて嫌になる人はいませんからね。いい感じにあっちが話しかけてくれるようになったら、アポも取れるようになってきます。さて、テレアポの3つのポイントを押さえたところで、ここからが切り返し編ですね。断り文句別の上手な切り返し方を3つお伝えしていきますので、ぜひ実践してみてくださいね。まずは1つ目のお断り文句。これが忙しいです。今、忙しいので今時間取れません。まあ、テレアポしていたら、まあよくこんな感じで言われますよね。ここで、申し訳ございません。すぐ改めますねって、こうやってこれすぐに引き下がってももう絶対ダメですね。これらの発言は大体長引いてめんどくなりそうやなっていう心理から来てるので、いきなり営業マンが電話かかってきたら、忙しくなくてもそれ忙しいって言いますね。ここではその先入観を変えるために、この電話はいかに短時間で済むかっていうことを強調することがすごい大切なんですよ。例えば、お忙しい時期ですよね。お忙しい中お電話出ていただいてありがとうございます。〇〇様がお忙しいのは私ももう重々承知しています。その上で皆さん、そんな情報あったんか知らんかったわって、喜んでいただいてますので、3分程度で構いませんので、少しお時間取っていただけないでしょうか。こんな感じで忙しいことは一旦受け止めてあげましょう。この受け止めてあげる作業だけで反応がだいぶ変わってきますね。そしてポイントは3分ほどというワードですね。こういった短い時間を言って相手を安心させることが重要なんですね。とりあえず話聞いてもらってしっかりリアクション取って盛り上がってたらですね、忙しいはお断り文句なので、実際本当は忙しくなかったっていうケースもめちゃくちゃ多いので、案外時間を3分以上取ってくれてアポになるケースってめっちゃあるんですよ。なのでぜひ短い時間を伝えてアポ取りに専念してください。そしたらあなたのアポ率も上昇していきます。それでは次の2つ目のお断り文句ですね。これが今は必要ないですね。必要ないですって言われてしまうと、営業マンとしてはどうして返していくべきかめちゃくちゃ悩んでしまいますよね。必要ないって言われたらやっぱり我々営業マンでめちゃくちゃダメージ受けますよね。だからと言って、そうですか、ではまたの機会にまたよろしくお願いします、でこういう風に簡単にまた引き下がってはダメですね。なぜお客様は必要ないっていうのかというと、それは商品のメリットを感じられてないからなんですよ。この場合は視点を変えてですね、テレアポとアポがゴールで、契約していただくことがゴールではないわけなんですね。あくまでも会いに行くアポを取ることがテレアポのゴールなわけなんですよ。だから必要ないって言われたんだけど、なんか気に入られてたまたまアポ取れて、会いに行ってヒアリングしてみてプレゼンしてみたら、契約してくれましたっていうケースほんまにめちゃくちゃあるんで、必要ないって言われても、まずアポ取ることに専念してください。なので今は大丈夫ですって言われたら、そうですよね、今は大丈夫ですよね。正直に言っていただいてありがとうございます。その上で私も今すぐっていうことではありません。今後必要になってくると思うので、導入時期とかどのようにお考えになっていらっしゃいますでしょうかとか、お電話だけで検討したことはやっぱ難しいと思いますので、本日は私の名前だけでも覚えてもらったら嬉しいです。今後何かのお役に立てるかもしれませんので、よろしければ名刺交換だけでもぜひさせていただけませんか。このような感じですね。とにかく簡単に引き下がらず爪痕を残してですね、他のテレアポとは少し違う、なんか面白そうな営業マンやなとか、そう思ってもらって、せっかく担当者に繋がった電話ですから、次に繋げるための足跡を残していきましょう。何度も言いますけど、テレアポでは商品を売るのがゴールではなく、アポを取ることでゴールなんですね。電話の段階ではまだ商品に興味ないお客様も、実際にアポ取って会いに行ったら契約してくれるっていうケースはほんまめちゃくちゃあるんで、まずはアポの角度もやっぱり大切ではあるんですけど、第一優先はアポを取ることに専念していきましょう。そして最後の3つ目のお断り文句ですね。これはもうどこに頼んでも同じですね。今までの言葉とは違い、どこに頼んでも同じは、若干ちょっと後ろ向きな意味合いが込められてますね。しかしだからといって、ここでも簡単に引き下がってはいけません。そしてここで、そんなことはないんですよ。うちにはうちの、とか言って反論してしまっても絶対アポ取れないですし、こんな感じでアポに繋がったことはもう一回もないので、やっぱ否定したい気持ちもわかるんですけど、まずは共感してそう思った理由を今一度ヒアリングして聞いてみましょう。そうですよね。もうどこに頼んでもやっぱ一緒やと思いますよね。
ほんまに正直言っていただいてありがとうございます。ちなみに〇〇さんはどのような点でどこに頼んでも一緒やと思われるんですか？こういった形でもう一度ヒアリングして聞いてみましょう。案外中身のない理由だったりする場合も多いので、入る隙が出てくるわけなんですよ。その上でもう一度自分に合うメリットを伝えて、お客様が納得してくれたら結構アポ取れたりするんですよ。どこに頼んでも同じと言われたら、どのような点がどこに頼んでも同じと思ったのか、不安な点はどこなのか聞くことが大切なんですね。もうどこに頼んでも同じやから大丈夫やわって言われて、営業マンが残念そうにしていても絶対にアポは取れませんから、あえてもう一回ヒアリングして聞いて、グイグイってお客様の背中を起こすことが大切なんで、ひるむことなくどんどんアポの訴求をしていきましょうね。本日はテレアポでの3つの切り返しトーク術をお伝えしたんですが、こう言ってお断りされた時に切り返しのトークを準備して作っていくことが、あなたのアポ率を上げていく上でめちゃくちゃ大切なことなんですよ。この切り返しのトークの用意が多ければ多いほど、あなたのアポ率っていうのは絶対に上がっていきますし、その場その場思いつきでとっさに切り返ししていってもですね、一向にアポ率も上がってきませんし、もうずっと波ありますからね。しっかりこういったトークを日々ブラッシュアップしていくことで、やっぱりアポがどんどん取れるトークスクリプトが仕上がっていくわけなんですよ。じゃあこういったテレアポでのポイントは分かったと、切り返しのトークも分かったと、相手の話を聞いて反応したり褒めたりすることも分かったと、じゃあこの切り返しトークを自分の商品やサービスに当てはめて一遍作ってみたんやけど、これってちゃんとアポが取れるトークなんか分かれへんぞとか、この作った切り返しトークさえ合ってるか合ってないか分からんぞと、それでもはや全く切り返しトーク自体も思いつかへんし、全く用意もしてなかったぞって方がもしいらっしゃったらですね、これやったらもうめちゃくちゃちょうどよかったです。そういった方はもう全然安心してください。大丈夫です。ぜひ私のセミナーに参加してみてください。多くの方にセミナーに参加していただいてるんですけど、やっぱり参加して喜んでいただいているのは、こういったテレアポの心がけやポイントを教えてる以上に、皆さんの商品やサービスに当てはめて切り返しトークを作っていくのを私のセミナーでやってるわけなんですよ。これってやっぱめちゃくちゃ感動してくれるわけで、保険の営業マンとか広告の営業マンとか不動産の営業マンとか、まあいろいろな営業マンが来ていただいてますけど、そういった具体的なトークをですね、あなたの商品やサービスに当てはめて切り返しのトークが手に入るのが私のセミナーなわけなんですよ。なんでそんなことできるんかっていうのは、これ実はめちゃくちゃ簡単で、実はね、即決営業では数百人以上のトップセールスのセリフを分析してですね、そのセリフを分析した上で心理学とか脳科学を用いて、どんな業種や商品サービスでも当てはめれるようなトークの型がありまして、あなたの商品や業種やサービスならこうやってやっていくんやなって、そういう風にトークがこう仕上がっていくわけなんですね。ですからね、来ていただいた人はめちゃくちゃすごいですねって、これがトップセールスのこう切り返しなんですねって、出来上がったらこれめちゃくちゃ感動してたわけなんですよ。そしてその武器を手に入れてですね、トップアポインターになったり、アポが増えて売り上げがめちゃくちゃ上がって喜んでもらったり、そんな感じでトップセールスになっていただいてるわけなんですよ。もう感動させる自信はありますから、切り返しが大事なのは分かったと。あとはもうこの切り返しのトークを作りたいと。そういった方はね、すぐね、私のセミナーにぜひ参加してください。やっぱり売れる営業マンという方はもうすぐ行動しますから、毎週ウェブでやってて全国から参加可能ですし、あなたの営業の成果とかアポ率に直結する秘訣をお伝えしていくので、営業マンの方なんでちょっと大忙しいと思うんですけど、休み作ってでもね、ぜひね、ちょっとご参加してみてください。きっとその時間がもう何倍にもなって、あなたの成果として返ってきますから、まずは時間を作ってですね、ちょっと私のセミナーに参加してみてください。お会いできる日を楽しみにしています。即決営業いかがでしたでしょうか。今回はテレアポでのお客様の断り文句別の切り返し術を3つお伝えしました。まとめますと、1つ目は忙しいで、一旦忙しいことは受け止めてあげて、その上で断ってもいいっていう逃げ道を作りながら、いかに短時間で終わるかっていうのをお客様に伝えていきましょう。2つ目の断り文句は必要ないですね。商品を PR するのではなく、自分の会社もしくは営業マン自体に興味を持ってもらえるように切り返ししていきましょう。そしてせっかく担当者の方に繋がったなら、次に繋げるための足跡も残していきましょう。3つ目の断り文句はどこに頼んでも同じです。それはなぜお客様がどこに頼んでも同じかっていう経緯に至ったのかっていうのをもう一度ヒアリングして聞いてみて、その上で不安点などを聞いてお客様に寄り添っていきましょう。以上の3つでした。お客様に断られても慌てることなく、しっかり切り返しトークを準備して自信を持って切り返せばですね、チャンスはどんどん広がっていきますし、あなたのアポ率もどんどんアップしていきますよ。今回の動画を参考にしてトップセールス、トップアポインターを目指していってくださいね。本日は最後までお付き合いいただきありがとうございました。即決営業営業コンサルタントの辰巳でした。ありがとうございました。この下の概要欄から公式 LINE に登録してください。あなたの契約率が大幅に上がる3つのプレゼントが無料でもらえます。今すぐ下の概要欄から公式 LINE に登録して3つのプレゼントを手に入れてください。